本多忠勝は50歳の時に日本の戦国時代に一番大きな戦争関ヶ原合戦にも家康の旗本部隊の将として参加した。それは忠勝最後の戦である。関ヶ原合戦に勝った家康は日本を統一して将軍になった。忠勝はそれから引退して静かな生活を過ごした。そして木彫を作ることに好きになった。でもある日忠勝は木彫を作る時に怪我をした。それは忠勝最初の傷である。忠勝は50年以来の戦争にも傷がなかったが、この小さな傷のために1610年に死んでしまった。